はい、皆さんどうも、テントモです。というわけで遅くなったんですけども、金曜日12時に生放送のお知らせ、告知が届いておりました。はい、7月24日月曜日19時からね、有志エンゲージの今がわかるガンダム有志情報局シャープ19第19回目となっております。はい、でまあ19時から20時の、まあ、いつもの1時間の予定と。はい、で配信ページ URL に行ってみたところ、なんかブラウブロのサムネイルになってましたね。あれはどういうことかな、アムロシャーモードに登場したんですかね。僕まだアムロシャーモードを見てないのでわかんないんですけど、それかコンテンツ次月のストーリー更新情報で関わってくるのか。まあでもいずれにしてもアムロシャーモードですかね。まあ、それか全く関係なくて MA として登場とか、そういうことあるのかな。でもあれアニメの絵でしたよね。アニメの絵のブラウブロでしたよね。はい、ということで最新ガシャ情報、イベント情報、アップデート情報、キャンペーン情報、配信記念キャンペーン関連商品コーナーと、まあ、いつもと同じ感じでございます。はい、でまあ毎回なんですがガシャ予想やっていきたいと思います。まあ何が来るかね、正直わかんなくて断言はできないんですが、ちなみに先月は僕は最終的にシナンジュを予想しました。はい、もろもろの理由をつけて、うん、まあ希望的観測が強かったですけど、で、最終的に来たのはフルアーマーユニコーンガンダム NTD、ね、結構惜しかったっていうニアミスっちゃニアミスっていうね、ライバル関係の期待ね、敵か味方かの違いだったっていう、うん、ちょっと惜しかったですね。フルアーマーユニコーン予想できたんですよ、正直。そう、完全に失念しておりまして、そう、先月は普通にフルアーマーユニコーンガンダム NTD を予想することが可能だったけど、僕はシナンジュの方を予想してしまったっていう。どういうことかというと、ガンダムウォーズの方でフルアーマーユニコーンガンダム NTD 登場してたんですよね。しかも僕はそのガシャを引いて、で神引きして当てているっていうフルコーン当ててました。それをすっかり忘れていて、そう、最近なんかね、別のゲーム、まあガンダムウォーズなんですけど、ガンダムウォーズと結構連動してるというか、5月はザンネックがガンダムウォーズに登場して、で有志エンゲージにも登場した。であとはナラティブガンダム、あれがガンダムウォーズで登場して、で有志エンゲージでもガシャではないんだけどボスとしてナラティブガンダム A 装備登場したというね。そう、連動結構してるんですよね。で6月ガンダムウォーズでフルアーマーユニコーンガンダム NTD が登場して、で僕はもう忘れていたんですけど、有志エンゲージでもフルアーマーユニコーンガンダム NTD が登場したという。そう、5月6月と連動してるんですよね。まあ言うたら4月も連動してたのかな。あれは水星の魔女で連動してた感じかな、うん、両方とも水星の魔女のエアリアルが登場したっていうことで、うん、なのでそう、今月もこの7月もまたガンダムウォーズと連動してるのかなとか考えたんですけど、今月ガンダムウォーズ結構アナザーの期待ばっかりで、そう、まあ、水星の魔女で、そうだから水星の魔女もガンダムウォーズでエアリアル回収型が登場したんですよ。で有志エンゲージでもエアリアル回収型が登場したという、はい、まあこれは水星の魔女キャンペーンって感じでしょうけど、そうで、そうだからガンダムウォーズは今月水星の魔女、ガンダムエアリアル回収型とルブリス・ウル&ソーンなので、参考にはちょっとできないんですが、であと今来てるのが、今ガンダムウォーズ7周年で、一つが、ダブルオダブルオクアンタフルセーバートランザムモードが来ておりまして、まあこれもアナザーなのでちょっと関係なくて、ただもう一つが逆襲のシャアニューガンダムが来てます。ニューガンダムヘビーウェポンシステム装備型 HWS
ですね。まだ、この UC エンゲージに HWS は登場してないですよね。なので、まあでも、ニューガンダムは3月にね、リニューアルで登場したので、ちょっと早いかなって。うん。そう、なくはないかもしれないけど、ね、UC エンゲージアムロ好きだし、うん。でもちょっとスパンが短すぎるんじゃないかなって。さすがに、ニューガンダム3月出して、まぁ、ちょっと違うけども、また7月にニューガンダムを出すかっていう、ちょっと疑問があるので、ちょっと可能性は低いかなとは思うんですけども、なくはないのかなっていう。そう、ニューガンダムヘビーウェポンシステム装備型が、まあ、ワンチャン中のワンチャン。で、まあ、もうちょっと確率を上げる期待を上げるなら、ハイニューガンダム。うん。リニューアルハイニューガンダムの方が来る可能性は高いんじゃないかなって。そろそろリニューアルしてくるんじゃないかなって。まだハイニューは超越は実装されてないんですけど、超越が実装されてからっていう感じな気もするんだけど、まあ、うん。順番前後してもまあ問題はないので、うん、なのでそう、しかもハイニューガンダムはガンプラ再販にもあったんですよ。でなんかね、今月のガンプラ再販はざっと見た感じ宇宙世紀が結構少なかったんですよね。うん、そう、なんかだいたいアナザーってか、まあ水星の魔女がなんかすごいがっつりあったというか、うん、ってことで、で目立ったのがハイニューガンダム。うん、僕の中で唯一来そうかなって思ったのがハイニューガンダムでございました。そう、なのでまあ、そう、ニューガンダムよりはニューガンダム HW、そう、なので、ニューガンダム HWS よりはハイニューガンダム、リニューアルハイニューガンダムの方が来るかなって。うん。はい。で、まあ今回一番、可能性が高いかなと思ってる機体なんですけど、まあ何度も予想してるんですけど、2月から何回か今月こそは今月こそはみたいな感じで予想してる機体なんですが、はい、イクセスガンダム、いよいよ来るんじゃないのか、これが一番可能性が高いんじゃないかなと今思っております。はい、まあ特にガンプラ再販とかないんですけども、まあ何といってもね、クロスボーンガンダム、あれがついに復刻しましたよね。そう、ようやく満を持して復刻しております、今現在。っていうのがありまして、そう。で、どういうことかというと、クロボンが、その、実装希望アンケート第1位の機体だったんですよね。そう。で、イクセスが、そのアンケートの第2位の期待ということで、まあ、何度も予想してる感じでございまして。で、ようやくその黒ボンがね、復刻を果たした。ということで、ついにいよいよこのタイミングで、第2位の期待を持ってくるんじゃないのかなっていう、まあ、あくまで予想です。はい。そう。なので、まあ、今回いろいろ振り絞ってね、まあ予想を考えたんですけど、1番はイクセスガンダム、2番はハイニューガンダム、3番はニューガンダム HWS って感じです。まあうちのクラメンにもね聞いたんですけど、でミッキーさんって方がね、ハンブラビを予想してくださいまして嬉しいハンブラビ予想してくれたことが嬉しい。まあ僕はハンブラビっていうか、ヤザンさんがめちゃめちゃ好きっていうか、大塚宝珠さんがめちゃめちゃ好きでリスペクトしてやまない方なので、うん、限定ハンブラビ来たら貫突させたいんだけど、ちょっともうダイヤがないので、もし仮にねハンブラビ来たら、まあ素体は絶対ゲットして、まあ、干潮させるっていう、そういう感じになるかな。まあ、っていうか、ヤザンさんゲットしたいですね。ハンブラビっていうか、ハンブラビはまあ、素体でいいんですよ。ヤザンさん。できれば、凸を進めたいって感じ。うん。まあ、でも、
まあでも半ブラビが限定はちょっとね、なかなか難しいかなっていうのもあるので、イベントガシャかなって早く来てほしいなと思ってはおります。はい。まあ限定は嬉しいですけど。はい、ということで。で、まあ今回のガシャから、限定ガシャ、ね、極み限定ガシャか、超限定ガシャかはわかんないですけど、リニューアルするということで、ね、すべてが限定機体として、ラインナップされている。UR はね、そう、UR はすべて限定機体となっているので、引くのが楽しみでございます。はい。ということで、はい。いかがでしたでしょうか？今回の僕の予想コーナーは。まあ、毎回、これが好評ということで、今回も出させてもらいました。まあでも、うん、どうかなっていう。そう、そんなに自信があるっていうわけではないんですけど、まあ、僕が振り絞って考えた機体は、この3機体って感じでございました。はい、ということで、まあね、あとね、ガンダムウォーズの今月末の機体がまだ発表されてないので、それがもし宇宙世紀の機体だったらそれかもしれないんですよね。うん。そう。それはちょっとわかんないので。はい。はい、ということで、7月24日月曜日19時から生放送、公式生放送がありますので、お時間のある方はぜひとも参戦。してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、今回はこれで以上となります。いかがでしたでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジオ。